のめちゃくちゃ聞いてた今間もなく幕が上がりますわ悪悪ぐるいみたいな夜が訪れました皆様、朝が来ましたよ100番は誰もお亡くなりになりませんでした残念ですね1番の方は 発言をお願いします、はい。おはようございます。一番です。森谷ティと申します。よろしくお願いします。そうですね、えっと、さっきの村の話とかはしない方がいいとは思うんですけれども、あのー、結構意見の相違があるかなと思ってて。うんと私は割と安定を取りたいタイプの人間です。安定をとってどんどん盤面を詰めていくタイプなので。 そこのところを含めて2週目、多分考察とかすると思うので、えー、よろしくお願いします。あまり決め打ちっていうところは、大事なところでは決め打つ発言っていうのは必ず出てくるとは思うんですけれども、初日に関しては結構、えー、安定を取って戦っていきたいと思っておりますので、1人2つぐらい上げると、やっぱり一浪入るよね、5番。 そこまでの根拠ないいけど言い50期ったら一2番、魚です。村人陣営でした。ということで、えっとまあ、2, 2人目の発言なので、そんなに、えー、伸ばすこともないので、一 <laughs> 番さんの話に乗っかってですね、えー、僕もどちらかというと安定派なんですけどもどんと、こいつは信じられるなと思ったら結構決め打ちしてしまう感じです。で、えー、大体い騙されて負けています。まあ、そういう苦々しい思いがあるんですけど。んーそううんんそだなーなんか えー、3、1とか、うん、2、2でもいいですけど、なんか初日に霊媒師2人とか出てくれたら、占い師出さずにそのまま進行もありなのかなっていう、なんとなくそんなことを思いつつ、えーまあ、どんな番目になっても対応できるようにですね、えー、力をつけようと思います。あとりあえず1週目なんてそんなとこかな。はい、2>, 2週目にもうちょっと考察伸びたらいいなというところです。今回も2つあげよう <laughs> とりあえず <laughs> どこにしようかな。 一応ちゃんと考えるけどはいいお願いしますあんまり僕もなんだろう雰囲気で白っぽいとか黒っぽいとか言いたくないんで情報出つろってからまあじゃあどこ釣りますよとかどこ釣り位置ですよねって話しようかなと思ってますでまあちょっと思ったのは強診でレイロラさに行くってかなりもったいないからそこだけないんじゃないっていうのを丹 <laughs> さんにちょっと言いたいかなと思ったぐらいかな であとはまあ役職が出てからっていう話になると思うんですけどその陣形次第で釣り地っていうのは変わると思ってるんで全部露出するなら非常に力を折らしていけば勝ちだと思いますしまあそこら辺はこの後の皆さんの動き次第かなって思ってますまあ縄余裕があの意ある配役なんでそんなに気を必要ないのかなって思ってますうんそれぐらいかな本当にあれですねこの順番性の場合って最初言うことないですねって思いました以上です四番の方は 発言をお願いします。 はい、皆さんおはようございます。占い師カミングアウト。2番が白と出ています。2番が白と出ています。なので、視点から情報が落ちているのは1、3だけですね。1、色なし、3、色なしですね。正直なところ。で、まあ、うん、そうだな。この後どういう展開になるのか正直全く分かりません。ただ、2番がまあ僕目線で、嫌、まあ、が共振だったら占い師をする確率があったので、まあ、占い師はなかったから、共振じゃなくて少しほっとしているっていうところ。かつ、まあ、共 <laughs> 振者と狼がちょっと僕は羨ましいと正直思っております。なぜかというと、そこっけ、 お互いのこと分かってるからちょっと3人でたくめるじゃないですか僕孤独なんでだってみんなが僕のこと信じてとか見てくれるかわかんないですから僕孤独なんでちょっと嫌だなっていうふうに思っておりますうんといったところ場面で揃ってって言ったところは正直同じかなと思っておりますそれくらいかな以上お 発言を5番です。よろしくお願いします。4番さん占い師を確認2番さん白ね。えー、っと4番さんの発言についてはまあ、最初の孤独です。っていうのはわからなくはなかったんだけど、その後のアピールが強すぎたなっていうのが正直な感想ですね。 まあ分からないですこの後の使用状況によってはって感じです。あとごめんなさい、3番さんの発言の私聞きあ、聞き漏らしかもしれ2番さんの発言を聞き漏らしたかもしれないんだけど、3番さんがさ、例の教師に出てこないんじゃないのって言ってて、ね、2番さん言ってたのってさ、例の2人出てきたら占い潜伏って話だって、教振が出るって話じゃなかったんじゃないのっていうところがちょっと聞きかかったぐらい。もし2番さんが教振含めての云々かんぬんの話触れてたらって言ってほしいかなって感じ。ちなみに、1、2、3の発言で私、白いと思ったのが2番さんだったりする。ただ、まあ白出てるからなぐらいです。はい。2番さんが白 それと思ったの理由はあのねすげー気負ってないなっていう印象が持っちゃったんだよね白いというか村がっぽいかなっていう印象を持ってたっていう感じの印象ですそれぐらいです後の後半の発言聞いていけますよろしくお願いします9番の方はよう、まあ、じゃないそれをお願いします5番さんに関しての2番さんが白いって思うのは5番さんの主観の問題なので私はわかりませんでしたけど4番さんに対する受け取り方がすごいわかるって思いました 最初にちょこっと言うぐらいだったらいいけどアピールしすぎじゃないって私は思いましたこれも主観の問題なので、まあ、それぞれ受け取り方が違うのかなとは思います特に5番さんに4番さんに大事なことが分かるって思ったぐらいで123番さんの色じゃ私はしてないかなっていう感じですね以上です7番の方は発言をお願いします まず全然考察とは関係ないですけど、狼1を11と、そうね、3で提出しておきます。別にそこを疑ってるとか関係なくね、適当に言った場合で終わった後狼かどうかだけ確認したいので、11と3。うーん、3番に対する発言かな多分5番えっ、ー、と、別に黒要素とか白要素とかないという保険をかけておくけど、多分だけど、あ、2番の発言かなどっちだっけ わかんない。二さ三の発言だけど、霊媒師に狼が出るっていう思考が多分ないっていうか、あまりそこを考慮していない場合の考え方の人の場合は、そういう発言になるんじゃないかなと思う。あ5番さんに言っておけ。二さ三どっちだっけわかんないや。かなだからその思考が頭の中にあまりない人間の場合は、霊媒師に狂信者が出るっていう思考になってしまうかなとは思ってますよ。いいじゃん。 発言をお願いしますはい8番のスナパイですあのここまで全員黒いないんじゃないって感じるレベルだったけどな俺まあ特に理由はないが6と5は白を決め打ちレベルだと思うんだけどね7番も白決め打ちできるそうただ3と1は色落ちなしは多分全員共通認識だと思うからまあ 発言の端々をもし無理やり拾うんだったらみんなが言ってた通りでいいんじゃないかなって思います。えこれ俺が一番黒くない <laughs> ?4 番さんのアピールが過剰って言ってた5番のその受け取り方が白いって言った6番と適当に黒い位置を置いてそれが3番を1人指定してるっていう7番はめちゃくちゃ白いと思うよ。うん。感想は以上です <laughs>。 方は発言をお願いします。<laughs> はい、こんにちは。霊媒師です。羊飼い系霊媒師です。えっと多分あれですよね。統計取りたいんですよね。じゃあ僕、僕何も要素拾ってるとか全く抜きで46が狼って <laughs> 面白い。それ。 あ、特段疑ってるとかなん、なでもないです。ただ。羊飼い系四六。俺十一さん。四六が面白い。ちょっと、みんなやってほしい。それのところ、占い師さんが一人ですね。あ、だからって言って、店に見てるとか、そういうわけじゃ。羊飼い系四六。適当です。俺十一さん。じゃ、皆さん、楽しんでいきましょう。どうぞ、十番さん。十番。方は、発言。を競馬です。競馬。本当の占い師です。ランダムシロは、七番さんです。七番さんです。把握お願いします。 太鼓の4番さんはわかりませんね。まあ、強心度は強いのかもしれないけど、まあ、狼もたあ当たってるかもしれないじゃん、君は。俺、白だし。そうですね。もあるよまあ、面倒しては、まあ、3番と8番は占いたくないなと思ってるから、まあ、どちらか落としたいなって思ったぐらいですね。で、まあ、今日の進行なんだけど、まあ、11番が霊媒師よとか、まあ、霊潜伏いない限りはグレーズ弁になりそうだから、まあ、その場合は僕は霊媒師に指定してほしいですね。 まあ、というのも、三人がいて、狂信者っていうのは、比較的狼にはその狼の投票に合わせやすいから。まあ、指定した方が、まあ、グレーに狼がいるんだったら、釣りやすいかなって感じなんで、それぐらいですね。はい、以上です。ル一番の方は、発言をお願いします。中井、はい、です、えー。率直な感想として、あの、やりづらいなって、思います。 なんかそういう雰囲気的に白いとか、なんか力の抜け方とか、僕、あんまわかんなくて、で自分でもなんかできないタイプなんですよね。結構気張っちゃうタイプなんで。なんで、純粋に8番さんが567を白起きして、白起きしまくった結果、俺が狼とか言ってくるのがあまりにもめんどくさすぎるんで、8に行きたいなと思ってます。もうそれぐらいしか言うことがないぐらいで、なんかみんなリラックスできてんなって感じです。はい。要素として拾えるところも1個もなくて、 うん、本当にこの位置でこれしか考察が落とせないっていう僕のやりづらさをただただ知ってほしいなって思いますはい占い師の発言もまあ少なかったんでまあ僕は何か言うことからとすれば13の38占いたくないは何でかなっていうのだけ後で聞きたいかな後半位置に関してはもっと伸びるかなと思ってたんですけれども私現状一番白いのは3番3だと思ってるかな。 えと特に今、えー、と占い師に関しては4番さんが結構2戦目に見えているそれは5番さんと同じ理由なので、えー、と省きますがあの状況4番さんが2戦前提での話になってしまいますが4番さん2戦だった場合って多分2番って結構3番が狼地だったら釣りやすい位置になるのかなのそこを消していくってなると多分3番が狼足りえないと現状思ってる。 登録の白要素に関して4番が狂心ないし狼だったとしても4番って釣り位置じゃないからそこから別に何の要素も取れないと思ってるただ指摘に関してはかなりいいと思ってる発言はいいだけど状況的に一番白いのは3番だと思ってます。2> 2番の方は、 はい、2週目ですねうんと。1番さんは初日に発言をしていて、まあ、発言のは伸ばすもクソもなかったので、今、意見を聞いて、割と白目かなと思っていて、なぜかというと、3番さんが結構黒塗りをされている、まあ、人狼だったら人狼でいいと思うんですけども、人狼でなかった場合は、うーんわざわざかばいに行くのかなと思っています。えー、と占われるかもしれないのに、えー、わざわざ人狼で、えーとしまあ、3番さんが人間だとしても、白だとしても、かばい必要はないと思っています。それだったらふんわり投票位置にいく、えー、と2点ほど上げた中に三 3番とと誰かかっっってて言った方がまだいいのかなと思っていのな思る感じです、うん、俺正直でも、えー、と7番さんとか、まあ、自分は人間白ってことを知っているからなんですけど、えー、と7番さんに囲いはなさそうだなと思っています、うん、だから普通になんか総合れないとかじゃなくて隠し白作りに行くんじゃなくて、えー、とグレーオンがっつりなってもらった方がいいかなと思ってますうん5番さんが白いのは同意って感じですね3番の方は 発言をお願いい、しますすはい、3番ですえっ、ー、と、霊能強靭発言っていうのは、まず主人格がロラされる霊能に出るわけなくないですかって僕は思ってたんで、まあそこはその七番さんの言う通りですっていうのは先に言っておきます。で、えっ、ー、と、思ったのは、あの結構早めの方の4番さんが占い出てきて、あとで間を置いて10番が占い師を。で、えー、と4番2世を押す声が結構あったんですけど、7人にあんまり囲いが見えなかったんで。 もしかしたら占い新郎、ちょっとあるのかなって思いました。強人がグレーにいて、で占いシーンの方の審査業をバーッとするっていうのはこの盤面あの、占い進路だったら強いのかなって思って、ちょっとそれを考慮しないといけないなって思いました。で、釣り位に提示するなら、えー、とすごい11万さんの発言に共感して、11が白いっていうわけじゃないんですけど、えー、と8が面倒くさいなって思ってるのは同意できるんで、僕はこのままグレーランだったら8に投票するかなと思ってます。以上ですボンボン しからの話をまます,します、まあ、なんか、審査下げみたいな発言されたけど、ただ単に気になってるっていうだけでしょ、俺はそのまま思ったことを言ってるだけだから、それで気になってるんだったら、あっそうっていう感じかな、ただ、ここに発言に関してはそこまで黒くは思っていない、うん、そういうふうに思っちゃったんでしょう、同意、同意と言ってる方の方がまが、あ、3、え、番、ー、の指摘して通りまあ安易な資料下げっていう、まあそれだけで審査下げできるんだったらやってみるとてのが正直なところです。えー、結果だだけで出すから安心してください そうだね11、えー、と9番さんの指定でいいんじゃないですかといったところ、うん、8はあんまりおおか狼っぽくないなっていうか、えー、と8番さんの指定時点で、まあ、ここまで黒っぽい人いないんじゃないって発言って残りの9、10、11、えー、10の3人にっ、えー、と喧嘩売る行為なんだけど8番さんから見て絶対冷媒がいるはずだからだから疲労っぽくなって8だけ釣りたくないかなっていう感じです。8釣りたくなくなて5が白く見えるぐらい以上 いつのお時間ですわ。はい。えっとどうしても気になったことがあったので1点だけ言います。三番さんが印象がかなり変わりました。結構三番さん釣りたいなと思うレベルになりました。えっと三番さんが占い進路で見えているっていう発言で、えっとどちらかの占い師の信用さ信下げをしているっていう状況なら、多分それに当てはまるのは一番のはず。なぜ釣り一を8番にしたのか気になりました。以上です。 発言をお願いします。<laughs> そうかなるほどね一番さんからカットインでその指摘が入るのか面白いね、えー、正直な話を言いますだいたい皆さんの1周目の発言プラス2周目の発言来ましたけど皆さん各自ね妥当なこと言ってるんだそのタイミングで言える白いことを皆さん言ってるねっていう感じの印象がしてますいや非常に難しいと思ってるなそうただね一個気になったのが一番さんが三番さんを白く置いた理由がわからんから誰か教えてって思ったら一番さんが三番さんを疑ってるからほーんって感じで いう感じですね三番さんがべ特段白くなったって印象もないからこのままだと私三にいきたくなるかなって感じただし8番さんで気になる点が1個だけなんで最初にさ全部黒くないっつった色落ちなしの13をく、あのー、黒くないで弾いたのがわからない56なのを白く見るっつのは分かるんだけどそれで13も外れたのがどうしてあっ13でね23か二三が外れたのがどうしてるのかなっていうのは思ったぐらいかな、うん、ええー、言いたいこと他にあるけどごめん言えないなごめんこれぐらいにしといてすまん。 ベッドじゃベッド。はい。すみません、思わず使っちゃいました。えっ、ー、と、一応考慮しなかった理由としては、えっ、ー、と、一の白要素を拾ったからです。時間切りになっちゃって、あんまり言えなかったんですけども。自慢さんは、えっ、ー、と、最初情報が少ない状況で、えっ、ー、と。そのまま進行するんだったら、釣り地になるのかなっていうふうに思ってたんですけど。自慢さんの発言をあ、時間がちょっと、後で説明します。生きてた。まあ、どっちでもいいです。以上です。六番。の方は。発言をお願いします。 1>, まあ1番さんがやってるのは状況の考察ですよね。私、1番さんの3番さんの状況で白で見るっていうことを結局3釣りたいっていうのすごいと思いましたよ。えっと、5番さんに説明するんだったら、4番占い信境で見ていて4番を偽で見ているから3が黒だったとしたら4番はえっと3は2を釣り押してるから3のんだろう、釣り位置を4は潰してるって考察になるから3が白いっていう1番さんの意見。 で11番さん私思ったんだけど10番さんが3八釣りたくないっていうのは狂心に対する動きを説明していたから、えっと、4番が十四天オオだったら3八狂心っていうのがあるから占いたくないってことなんじゃないかなって私は思って聞いてましたうーんこれそうだなさっきの理由から1番さんがどっち陣営であっても私は1番さんを釣りたくないかなって思ってます今のところ以上です7番の方は発言をお願いします ま、基本的には投票は9番に合わせるけど、うーんー、8番だけは釣らなくていいかなと思っている。えっと、白とか黒とか関係なくね。占い値でもないと思っていて、釣る位置でもないと思っている。えっと、理由が、8番が狼だった場合って、勝手に後半で多分釣られるんじゃない <laughs> なんとなくの感情論でヘイト貯めると思うから。から、別の位置から詰めて、占いも別の位置を占うのが定着かなと思っている。し、8番が村だった場合っていうのは、えっと、勝手に、 人、えっと魚さん2番がえっと共振ではない限り、えー、人外が釣れる可能性って結構高いと思っているから8番省いちゃっていいと思ってるし占い値でもないかなと現状持ってるが、まあ、9番に基本的には問い合わせますって感じですかね。まあ、以上お姉ままが発言しますあ 勝にしちゃった八番さん釣りたくないっていう理由があって、その理由が払拭すれれば、私は8番さん投票できる理由があって、8番さんって白起き多かったんですよ。潜伏占い師なのかなって思って、もし本当に占い師とかだったら、もう今日出てほしい、あぶり出す形にはなってしまうけど、そうじゃなかったら、私は8番にも投票できるかなって思ってます。八番の方は発言をお願いします。占い師じゃないですよ。えっと。<laughs> 俺が占い師だったら白一を一人に絞らないと CO した時に、ね、説得力ないよね。はい。えー、以上ですかね。<laughs> 以上ですね。えっと、感情論で別に白を置いてるわけじゃないよ。理由があるから理由を言ったまでだね。えっと、1、2、3に黒要素を感じないから白っぽいっていう言い方をしたのが、まあ、それがこあの言葉の端を拾われたのかなって感じはするけど。うん。で、7番さんの言ってるのは皮肉っぽいな。全然ありが、あの、 やってくれてることは嬉しいけどありがとうって言いにくいからなんか悔しい気持ちで言います。はい。えー、っと、そうですね。一番さん、白だな。<ん> <laughs> 多分捉え間違えてるす。三番さんを八番の釣りをしてるのが感情論だと思っ,たっていうのが全然オオカミのやってる行動に見えないし、共振でもないような気がします。以上です。 逆だけどね8番を釣りをしているのが感情論だと思う。おおむね同意です。1番は白沖進行でいいですね。あのこうしましょう。一番をはじましょう。一番はもう釣らない。釣らない。えっと、強振と狼のレギュレーションなので基本的に意図的な黒塗り、白塗りっていうのが非常に見やすくなります。8番がめちゃくちゃ強振に見えた。で6番の視点がめ わからんなんで8番に役職多いしかも発言全部14追いさらに1殴りうーん全く話の統合性がついてないので今日は6番を割と釣りたいかなもちろん11の発言がめちゃくちゃおかしかった11するけれども11あのタイミングでグレー何にもしなかったら死ぬぜって感じなので6番釣りかな6番釣り回避があったら8番でいいと思います1番白はじき進行しましょう が発言しますえっと、指定されたんでぃんですけど、キシで,で、私で、一番さんのこと、殴ってないです。十一番さんが、十番に、三八、占いたくないのなんで、って聞いたから、私は、こう、受け取ったし五番さんに、えっと、一の三の白ロがわかんなかったって言われたから、私は、すごい、一番さんの視点が分かったから、説明しただけで、一番さん、を釣りたくないって言ってます、殴ってないです。十番、の方は、十番、そうですね、すなんか、盤面だいぶ動きましたね。 えっとまあ6番が進化にせか分かんないけどまあできれば9番にもう一回カットインを使ってほしいかなまあ多分対抗がいる場合は誰かどうかの選択肢があると思ってるからまあそれぐらいですね。ま延長使っちまおうかな。えー、っと11番に説明求められたんでと3と8を占いたくないから釣りたいって言ったのは何でかって言われたけどまあ青森6番さんが説明してくれたんだけど3番も8番も対抗がオオカミだった場合には狂信者ありうるムーブをしていたから占いたくないから釣りたいなって思いましたね。 3番さんに関しては、共、え、振、っと、者が霊媒に出るのはもったいないという発言。8番に関しては、今まで発言した中に狼がいないと言って、共振者で信者で狼をかばっているようにも見えるから、だから3、8は共振者たりうるムーブをしているから、対抗が狼の場合ね。だから釣りたい、占いたくないと言いました。まあ、だからその,いその意図をね、組み込んでくれた6番さんって結構印象良かったから、わ、まあ、割と神経しかなって現状は考えてたぐらいかな。 一番を白はじきか、俺、一番さん結構気になった視点が1個だけあって、1視点で初週の段階で3を白く置いてるんだったら、その3番を釣り石に上げた俺の方がしんぽくなった理由を聞き,聞きたかったんだよな。だから俺はまあ霊媒師が1は白はじきでいいって言ってるけど、あんまり一番をまだ村とは置けてないから、まあ、釣り石に関しては俺はまあ継続して3勝ちでいいと思ってます。それぐらいですね。えー、と決し猫がいるんだったら考える。その場合は9番の視点に合わせる。失礼する。 えっと一応理解して伝わってなかった申し訳ない8番が一応指定8番指定で、えー、と6番さんは、えー、私超え6番は9番超え潜伏している狩人は14どちらかを護衛してくださいあまああの片でもいいですよとりあえず、えー、と6番さんは例の護衛を、えー、絶対でお願いします8番一応指定のつもり十1番 はい、えー、そうですね場面的に多分苦しい立ち位置にいるのが、えー、と5番11番だと思っていて、えー、と黒理由があるとしたら3 8だと思っていたので8してはとてもいいと思います。それぐらい黒位置疑い位置から役職が出てしまったなという感じです。 <laughs> えっと純粋に8番さんで気になっていたポイントっていうのは、1も白いなってなった後の結果的に8番さんは今の盤面どう見えてるのかがみりも伝わってこないし、多分伝える気がなかったんだと思いますね。3番さんに関しては、1番の白かった理由をえとカットインで言い切れなかったときに、最後にカッだったいな、何に対してどっちでもいいのか全然わかんなくてい、結局3番さんは何を言いたくてそれをしたのかなっていうのがわかんなかったですね。5番さんからはもうちょっと様子を落としてほしいなっていうのが僕としての感情です。 はい、えー、3からいきたいな。以上ですかね、まあ、8が人外だったらするな。8が人外だったらいつでも釣れそうな気するんだよな。<laughs> これは悪口になっちゃう。これをスナパイさんがね、いやもう7番、高橋さん何言ってんすかよく狙で、寄れんのはわかるけど、8人外だったらいつでも釣れるっしょなって。仕方ない <laughs> いいですよ、えっとね、まず強心じゃない理由から説明すると、俺が強心だったら誰を守ったのって話ですね、えっと、その発言に過敏だったのが10番の方だったから、えー、10番を偽占いで見ています、えー、10番を偽占いで見た結果、10番をかばった11番も怪しいので、11番に投票しました、僕は10、11で投票、えー、っと提出させていただきますね、まあ、占い先は自由にやってください、6番、しんかりでいいんじゃないでしょうか。 えーと、あとあもう少し時間あるのかそうだなうん僕の意見はそんなとこですかね4部が本物10が偽物でオオカミかなで11かなって思ってまーす以上でーす8刷りって結構俺感情論かなって思っちゃうんだけどな黒要素なんだ分かんねえよなんもない要素何にもないと思ってるから俺それだったら3の方が 黒沢くんね。いや、わかんない。じゃ、八も別に人外あると思うけど。なん、なん、なの要素を持って、黒なんだ。わ <laughs> かんねえよ <laughs>。何を拾って、八の人外要素かも俺もわからん。白番は、誰もお亡くなりになりませんでした。残念ですね。白番。の方は、発言をお願いします。 5番、白うーんっていうことは11と5今日は13のどっちか釣ギでいいですよね1番と3番だったら3番に投票しますそのぐらいしかないかなうーん私は10番さんの3八落としたい もう分かったし4番さんの方を初週から臭く見ていたから10番さんが芯だと思っていてさすがに囲いが入ってるんじゃないかなとは思ってます囲いが入ってる場合だとうんどうかなちょっと何が話すことあればまた話します以上ですあてい俺を入れんか うん、ごめん、あの情報を増やす方がいいと思うから出る騎士。平和七番さん、七番さん、片白で護衛。平和。ええー、えー、襲撃なしのパターンもあると思ったけど、出とく。七番さんで平和。ええー、と、一三釣りっていうのが飲めなかったから出た。うん、一三釣りで白釣りが一番やべえと思ったから出ました。ごめん、悪かったらごめんね。ただ、出とくべきだと思った。あとは九番さんに任せる以上。七番。の方は発言をお願いします。うん。 うん。<laughs> 俺声か。割とありえそうかな。通ってしまったけど <laughs>。自分で言うとめちゃくちゃかっこ悪いからって思っちゃうけど。割とありえそうかなと思っちゃったな。ああ、トフチめちゃくちゃ難しいな、これ。9番に合わせるって形でいいかな。うん、てか、俺はね、それより天国のね、8番さんに、 ちょっと8番さんが捉え方を間違ってて、俺はめちゃくちゃ悲しくれて、8番さんを釣りをしてるのがめちゃくちゃ感情論だと思っていたから、8番って黒要素も白要素もなかったと思ってるがそれだったら3番の方が人外よそあったと思うんだけどね。って思ってしまう。だから8を釣りをする理由って何もなかったと思うんだよなっていう形です。だから8を釣りをしたって感情論だと思っちゃう。九番、の方は発言をお願いします。画面動きましたね。うーん。 どう見ても占いオオカミの時の神ですよね。で、六番さんは護衛先を行ってよかったし、六番さんが偽で例のレンガ見するで対抗で出るいやー、無理だなー、無理だなー。番さん偽だろうな、これは。<laughs> と言っても釣り先が片白いっても釣れないだろうな今日、シトナはグレーで遊ばして、狂心が生き残って、 オオカミも生き残ってで人に間違えたら負けだわりだからキューグチョブはい占い釣ります占い釣りますえー、今んとこ10だけどあの2人の発言終わったらカットインします今んところ106とめっちゃつながってる10番の方は 発言をはい、えー、占い結果は5番が白でした。えと占い理由から話すけど、えー、とまず図視点で3番は占うつもりがなかった。1番っていうのは、一応疑わしい要素もあったけど、霊媒師が白進行をしていて、狼だった場合には芯を切られかねないから。で対抗の白崎2番3に関しては、棋士があり得ると思ったから占ってない。だから消去法で5番か11番ですね。5番か11番であるんだったら、11番は俺の方を芯と言っているから、少なくとも今占わなくていい でで番をってしろ結果ですえっとね6番とラインがつながるのは分かるんだけどだったら俺は6番から落としてほしいかなえっと今日6番さんがぐっちょば先を速攻で言わなかったのが明らかに棋士の目線ではないと思ってるから俺は6番を落としたいかな俺が死ぬくらいだったらねまあそれぐらいですねまあ現状は4と6が人外人外であんまり打ち分け見えてないけど今日6番を処刑してほしい僕は1 1番の方は発言をお願いします 盤面的に6番のシーンを決め、偽を決め打てるんだったら6でいいと思ってるけど、えっ、ー、と、占い落としっていうのもとても静寂だと思っていて、はい、そんな感じですね。うんと、一応8番さんに指摘すると、111狼だった時って、えっ、ー、と、絶対僕が占われ位置にいないんだから、4番から占われた理由って多分、狩人 CEO が出てきて、みたいな感じだと思うので、多分、12するより意味がないんじゃないかなって感じじゃないですかね。 現状5番の出方とグッジョブ位置、そして今出なくちゃいけなくなった1番を釣りたくないっていう理由からめちゃくちゃ真に見えているっていうのと、1番を弾き進行した場合に起きる議論展開、紙筋。要は1が狼の時の展開じゃないと思ってるんで1も弾いていい。そうなると3番なんだけど、3番の意見って昨日から全く変わっていないし、真意も落ちていないというところ。はい。 なんで、グレーツメルナーさんですけど、2世目打ちなら6。まあ、9番が多分カットインでしてくれるでしょう。僕は6の2戦めちゃくちゃ決め打ってるんで、6でもいいと思ってて。40だったら4の発言を聞いてからかなって、もうちょっと聞きたいなっていうところなんですけどね。10番のさっきの、えー、と占い位置に関する説明とかっていうのは、正直よくわからなくて、10番さんの思う今の狼像っていうのがもうちょっと明確にわかってほしいなって。占い 要は進路進路で見ているのかそれともグリーンにまだ狼がいるのかってところは10番から伝わってこなかったなっていう感じでした4の意見ももちろん聞きますが若干昨日よりは10の締めが、まあ、発言によって落ちたかなといったところです1番の方は発言をお願いしますうん現状えっ、ー、と16はないんじゃない10番って6番に関して、えー、と初日かなり殴っていた印象があった でえっと4六っていうのも見づらいないし、4五っていうのも見づらいかもしれなって現状を持ってて、仮堂に関しては、心境で見えてますかね。だなので、えっと例外のし、えっと、進行に従って占いを落とすか、もしくは、正直に言うと、4二に見えてるんですよね、4二の五六強人、六強人五神に見えるかな。 どうしても狩人が心境に見えることから5番が強人だった時にあのタイミングで出る必要が全くないかなかるあるとすれば 5H 明らかにグッチョブが出ていないであろうところに行って強人アピールをしたぐらいあ追加しますくらいかな7番グッチョブっていうのはあんまりしっくりきてません私の中ではただえっ、ー、と出方に的に5番さんがンでえっ、ー、と6番さんの発言から見るに6強靭 って考えるかなで6が出たっていうことは、えー、と初日の段階で釣り位置に入っていない位置6強振で狼位置が見えていたいないっていうことは11は弾いていいかなと思ってる同様に3番もだから42に見えちゃうかなもしくは10が狼だった場合って初日の城先どこだっけ7番さんですよね5が死んだったら7グッチョブっていうことになるからほぼないと思ってるからやっぱり42が。 静着かな令和 C カットインお願いします。二番、お方は はい、えー、誰かがもう発言してたら、えー、教えてください。とりあえずカリウドはクロス護衛でいいと思っているので、えー、6番さんが7番さん、えー、5番さんは9番さんを守ればいいってことですよね。うんだったらさ1番さんが僕を黒塗りするんだったら10番さん残して番4番さんから釣ればよくないで俺隠し廃にしてくれればよくないでもいいと思ってるんだけど違うかなうんと俺も6番さんは狂信者にめちゃくちゃ見えていて、えー、そもそも愚痴が怒ってる段階で一獲してる棋士が、えー、と護え先を言わないっていうのがちょっと心象が悪くてで5番さんの印象がめちゃくちゃいい のが、えっと、盤面を詰めるために村人の思考として5番さんがカットインしてグッチョク先を出していて別に6番さんの審査業をするわけでもなく単純に結婚を残してることからめちゃくちゃ真に見えてしまっているっていう状況ですって感じかな、まあ、9番さんの視点に従いますがうんでも4番さんが本物だった場合ってさ137の中に一郎いるって構図になるからその場合ってまあ1番さんか3番さんになるのかな7番さんグッチョブだからって感じかな3<番>以上。3番の方は すいませんなんかすごい <laughs> 急に1さんの心証が悪くなったんですけど <laughs> 2もちょっと悪くなったかなと思ったんですけど <laughs> これあれじゃないんですかねあの役職釣りを霊堂が提示したから10が、えー、とほぼほぼ偽の6を切りに行ってで6がオオカミでほら僕オオカミじゃないでしょって言いたい狂人かオオカミなのかなってすごい思っちゃって <laughs> でそこから行くと。 なんでしょう。昨日の段階だと一ってほぼ最初の一だと思ってたんですけど。四、えー、人。人がすごい強悪に変えてきたんですよね。<laughs> 変わらず僕の視点変わらず、えっ、ー、と占い新郎の狩人の。結局結果的にも新郎に見えて、10で十が六。身内切りに行った狼同士に見える。だから十六なんだよ。ねえ、マジかっていうふうに思いました。あ、ちょっと追加します。で付け加えて言うなら、えっ、ー、と。 まあ4番さんの発言うんぬは置いておいて、10番さんからしてもちょっとおかしいところがあって、えー、と役職つるってなった時に、6じゃなくて、対抗釣りをそう思うんですよね。明確に人外なんで、6が真だった場合ってまずくないですかっていう視点が一個もなかったのが、10の偽要素かなと思いました。えーと、あとは、時間余っちゃったね。あんまり言うことないんで、せっかく延長しましたけど、終了します。 一、はい、の子弟、えっと白起き進行が始まっているので、のえっと、っていうのを占う必要性がないんですね。えっと、1が三のことをクロしているから、えっとまあ、昨日の段階でカリド一仕様だったんで、一の子弟を詰めるためにはすりすりですね、はい。なので、K1、えっと、の11を占ったというのが正解ですね。 それぐらいいじゃないですか、えっと、もう3は釣り処理をして本日、本来だったら釣り処理をしてで、えっと、11を占って色見て黒だったら黒っていうだけそれだけですね。 はいでえー、と僕はもう、十釣りで全然構いません。十釣って白だった場合はほぼ6、6、6、5、シン、7グッジョブ起きてるから、その場合、明日一1、3どっちか占って、えー、まあ結果が出ると。えー、3、白だったら1、黒だし、3、黒だったらそのまんまっていうだけで、えー、とそうだな、もう一回、視点から見ると1、と1ローだったら、5、6、新居だった時に、どっちしろ1、3占っておしまい、えー、16ロー、ローだったケースの時は、選挙1っていうのが結構もう浮き彫りになってるから、そこらへんはお任せしていいかなとてところ。 うん、それくらいじゃないですか、場面詰まってるんで、でこのあとじゃあ9番さんのカットインが入ると思ってるんですけども、基本的には、えっと、占い釣りで、五、えっと、番さんが昨日えっと六番さん昨日九9、えー、声をしているんだから、6番さんが、えっと、7、もしくは40の、えー、声で、五、えっと番,えっと、番さんが9声、えー、6番さんが占い声、もしくは白崎声で、えー、5番さんが9鉄板声にすれば色が落ちるんじゃないでしょうか、負けるつもりがありません、以上です。 カカットカットトまあ5番の発言の後でもよかったんですけれどもそうねあの10番はもっと戦わないかんかったと思う自分の方が白1個少ないからそ<う>申し訳ない10番を指定するでも白確認できるから安心して10番が死んでも大丈夫だよえー、と5番さん僕守ってください6番さんえっ、ー、とどこでもいいですどこでもいいですグッチョブ出したら文句言わないです5番さんだけよろしくお願いします れらい、えっと、僕はシーンだから絶対に4番を釣ってください。えっと、内訳を推理すると、えっと、結構6番が共振で置かれているけど6番が理想の場合って俺はオオカミでしかないと思っていて、えっと、なぜならば共振で使用したら噛まれる可能性があるからで4番が、えっと、結構56を保護して俺に釣りを飛ばしてきたから4狂信6オオカミまで見えていてあーこれ時間足りねただ投票は4番に投票はとりあえず4番にする。 すいません、えっと、発言結構コロコロ変わるんですけど、やっぱり3番さんが村に見えなくて、あの状況で多分私が9番の霊、えっと、能の指定に関して、占いから釣るっていう意見を忘れてませんかね、占いから釣るって言ってるんですよ。3番から見た時も、1白はじきしたら4人に見えませんかっていうのは単純に思いました。まあ、ただ、えっと、10番さんに投票するかな、9番さんの気が変わらないのであれば。 俺噛まれそうだら発言をお願いいします、はい、ますはあ、9番ファンに従います。いやー、まあいいんだけどね、えっ、ー、と、内訳の話なんだけど、えっと私、この襲撃から考えて、進路だと思ってるんだ、やっぱ占い師。だから、6番さんおの占い師進路であの OK かなっていうふうには思ってる。3番、あごめんあの、1番さんの3番さん怪しいっていう指摘わかるんだけど、3番さんの指摘も結構ごもっともだと思ってたから、わりかし3番さんも無なのかなっていうふうには思ってるかな。うん、うん おんって感じです。えっ、ー、と、まあ、例のあ、9番さん守ります。九番さん守ります。で、えっ、ー、と、割とね、7番さん襲撃という観点から10番さんのシーンもあるのかなというふうには思ってるんだよね。4番さん狼の場合って、白酒潰しときたいでしょうっていうところはあるんだけど、その場合だったら4番さんは多分、あのー、巨神のパターンになるのかなというふうには思ってる。まあ、自分の信用稼ぎの10番狼の7番が見てるも全然あり得るんだけどね。うん。まあ、9番さん残るし大丈夫だろうって甘く見てます。だから、俺の1票で、 どこだろうねバチッと入れたいうーんお冗談もでたらめが過ぎましたとよた選ばれましたてんほど早じにするものなのか1一時で。 あと盤面整理が追いつななくて申し訳ない、えー、とまず56の審議から整理すると、まあ、6番さんが護衛先を言っていないから6番が偽物に見えているで6番が偽,偽物の場合は強心化狼だったら狼の方があるかなって考えている。 4番が結構5、6を保護して、俺に釣りを向けてきたから、現状は4強心、6狼で整理していて、その場合は6番が回避しても飛ばない位置に狼がいると整理するから、3番の狼がないかなって考えていました。なので、まあ、1番もあんまり狼っぽくはなくなったかな。えっ、ー、と、仮に1、6狼だったら3番が俺をぶん殴っている、その3番を殴る必要が全くないから。だから、俺は単純に3、えー、と2番か11番で囲いがあるかなって考えてます。それぐらいですね。 心六、えっと、オオカミで一番二、えっと、番か十一番で囲いがあるぐらいですえっとまあ僕、えっと、霊媒で使用結果が見えるのでとりあえず明日は4番を釣ってください頑張ってください村「オルが訪れました」「かまない方がいいか」あ「ああどこかもだろうね」「皆様朝が来ましたよ」「100番お亡くなりになったのはオンバンの方です」

直見4二の直か占い神経はないんだよね、10黒だから。だいぶ変わっちゃったな。10黒か、結構重心で妄信してました。申し訳ない。中が五白ですよね。あ、そっか、勝手に使っちゃったのか。うん。 心境に見えるけどなぁと思いますけど 2>, 2番の方は発言をお願いします 1> 1はい四、えー、番探しということが確定したのでグレーの位置が137なので、えー、と6番さんが人狼だったもしくは5番さんが人狼だった場合はそこに、えー、いるで137の中に強心、えー、もしくは白先に強心がいる可能性があるぐらいかうーん今日白進路だった場合、えー、5番さん行ってもいいと思ってるんだけどダメなのかなうんもしくは どっちま、13。まあ1、3まあどっちも狼あり得る1だと思ってるんだけどな。うーん。えっとね、5番さんが本物だった場合は7番さんないから、えっと1、13っていいと思ってるんだけど、その場合って、えー、あ、そうか、一応、そうか、6、えっと、5、6、要は、騎士が、えっと、心境っていうのを決めちできるのであれば1、13ローラーで一応終わるのか。で、あ、でもその場合7番さんが人狼だった場合、めんどくせえのか。6 8あー、なるほどね。 どっちでもいいです。キッシーでも一三。ローラでも一三一本詰めて、今日五六死ぬ。でどっかでぐっちょぶこそ。はい、発言をお願いします。で五六つって、三九終わりってあんのって、自分で思うくらい。白いつもりなんだけど、ダメかなって思っちゃった。えっ、ー、と、僕視点は、あの、七ぐっちょぶが偽装じゃなければ、一六で確定で終わりです。で、えっ、ー、と、どうなんだろうね。えっ、ー、と、六番さんって、もう方法も偽だと思うんですけど、六偽って決めつないんですか。って僕は、ちょっと村に言いたいかな。で、あとは。 一番さんの発言でおかしいところって、じゃあ、昨日あれだけ僕を明確にたたいておいて、重苦労が見えたっ、えー、とに思考の点眼が一切なかったところですね。で、えー、と結局、占い新郎で、じゃあ、僕がローだった場合も、共振だった場合も、動きとしてオオカメリが一切ないんですよ。で、そういう視点がなかったのが、一番さんの、まあ、おかしなところかなっていうふうに今思ってます。で、えー、と結局、占いが継ぐ肩になかった時点で、えー、と4審が確定したんで、僕視点は16ついで終わりです。以上です。 五番の方は、はい五番ですよろしくお願いします。今現状八人です。その孤立なわさんなわです。えー、っとまあ魚の二番さんが言ってるけど七番さんが狼で十番さんが狼で囲って襲撃選択なしです。リスキーだろう。 7番守ってる理由、どこにあるねんって言ったところがあるから、7番さんはほぼほぼ白でいいんじゃないかなというふうには思ってるから、正直な話をね、うん、追う人性がないよっていうのは正直な感想です。で、えっ、ー、と、まあ、1番さんと3番さんは発言聞いてるけど、えー、基本的にはこの 3, 3つにあるんだから、1、3、6を釣り切ってもらえば OK ですっていう感じなんだよ。だから、で、えっ、ー、と、下流道残しといてもらえれば、もう1平和を出せるチャンスは絶対あるから、そのまま継続でいいんじゃねえのっていうのは正直なところです。はい。 そうじゃん2人もあのカリ人とかっていう存在がいるんだからさ守りきれるんじゃないの白圧迫できるでしょっていうのは正直な感想だったりするようん以上です6番の方は発言をお願いしますちょっと待ってくださいね私が偽で追われている理由っていうのは私の発言段階では私狩人一角でしたし9番さんに あの護衛指示入ってましたなのでグッちョブ先なんて言う必要なかったと思っていたし周知の事実だったと思ってるので特にそこは言わなかったけどそのグッちョブ先を言わないイコール偽って言われるのはちょっと心外です。で、えっと、10番が5白打っていて5から仮江ド仕様が出た時点であ10番偽だなとは思っていました7グッジョブっていう必要性っていうのは5番3視点どうなんですかねもし、えっと、10が初日7を囲っていたら 4から7黒打たれたところでちょっと7を村トっぽくさせる効果があるからそんなこと全然言うんじゃないかなと思っているし私が私視点はねあの昨日の段階で私の発言段階ではもうクロスしていってグレー釣って決め打ちすればよかったんですよなので1三どちらか釣ろうっていう進行を提示したところで5番さんが使用してきたもし5番さんが強信者であれば1三のどちらかに人狼がいるっていう視点に なります1三釣りを拒否して5番さんが使用することで違うところに目線を向けれるからその場合3番さんがずっと10番さんの狼っていう視点を落としていたからそもそも視点が透けていて10と6を相方にしたかった3番が10の相方で5番が狂信者じゃないかなって今のところ思ってるんですけど以上です。7番の方は 発言をお願いしますはいまあ、勝ちに向かっていろんなルートがあると思ってるんで9番が選択するかなどのルートを取るかえっ、ー、と自分が一番楽しいなと思うのは131本釣って56は自由に合用してグッチョブを起こせば勝ちが確定なので例えば1から釣って65ローラー3釣りっていう形で勝ち確定なんで、まあ、1から釣ろうが3から釣ろうが56自由合いで1グッチョブを起こせばどっちみちどう上がいても勝ちだし。 えっと、6の新切り進行で <laughs>、だった場合でも勝ちだし、超絶安定進行は6号ローラーで13最終日精査って感じどの、どのルートでいきますまあ、実視点からだけど。まあ、5が強振で17黒黒だった場合はそのルート取れないけどね。俺は13のどっちか詰めてグッジョブ起こしてくれたら面白いなとは思ってますよ。以上。 発言をお願いします。五番さんどこ護衛でしたっけ？そこ六番さんに守らせます。五番さんの護衛先を六番さんに守らせて、あとは五番さんが一応真の目線なので五番さんは十六護衛。えー、っとあなるほどどこでも守れるんだ。えっとじゃあ一番釣り一番釣り六、えー、番は二番護衛、六番は二番護衛、五番は十一三七九四択を当ててください。 出てくださいで、えっと、きょうは、えっと、5番共振なしでのシー <laughs> ンをします。あ、例の声、あ、例の声、<laughs> そっか。えー、じゃあいいや、6番は9番声、6番は9番声、6番は9番声。ちょっと時間が足りなくなっちゃいましたね。ちょっと伸ばします。6番は9番声、そして <laughs> えっと、5番はテロシーだんだ僕、かまれないことにかけてグッジョブとか、地が予防とか言ったのかと思った。<laughs> えっと当てるんだ五番六万九千五百え七え五、ーえー、番は七三二十一十一で一番落とすから四択でえー、っと五番が強心だったときに五番が強心だったときに六番目線ん五番が狼の視点はないよねでえー、っと強心が出てきてでえ三、ー、番と十番が狼同士切り合ったないよねないよねそれはないと思うあって一番じゃないかな七番も相当きついですよねじいち もう白当たってるからしんの。ってことで1番落としましょう。1番落として6番は95へ、5番は15へ。5だけがハードモードです。5がしんだったら <laughs> 4択当てれば勝ちが確定です 1> 1番の方は発言勝ってる。このルートは俺が一番やりたかった。まあ、んだろううな楽しそう 1>, 1番共振で6 5にオカミで多分6狼オカミじゃないかなと思っていて。 えと5番が狂信者だった場合って多分あの5番目線の狼をグッジョブであの守ったっていう風に言えばその後クロスとかが入ってって噛まれなくても大丈夫な位置になるんですよ。現にこの後の紙ってどこに入るか分からない状況下で,で今の段階でも4択なんで多分その共信者が狼を守ったって言った時にもうちょっと疑われない位置しかも、えー、と17だった場合って ん日早いと思うんだよな5番が噛まれるリスクってほぼほぼなかったと思うし6進進行だったら9連神って言って9噛めばよかったと思うのでやっぱり5番の共振要素がないで1番がかたくなに進教だと56を見ているところから一共振がすごい投票の開始をお願いしますああでも仮からいった方がよかったのかなローローあるどっちかロー,ローあるよなこれ。 でそうなると強振力がしかも1で終わんなかったら終われこれで終われ誰<か>うわー、はい、これえっと占い神ンに関して間違えていたのでおそらく私釣りっていうのは妥当だと思ってますこれでえっと今考えているのはやはり56新郎に見えていてああね そうなってくると負け筋が明日3番釣った場合なんですよね<う>、えっと、投票結果から洗うと5六新郎だとするんだったら共振位置が限りなく7番かなと思ってるかな7番が、えっと、昨日の時点で私に入れてるんで少なくとも私の発言に、えっと、納得をしたのであるならば軽いと心境なのに今日はその視点がなかったっていうのがかなり気になるかな。 どっちでもいいかっていう感じの構え方が教信っぽく映った六狼神七教信って見えてるかな。があね、なので今日六番に入れました。多分カリド神教に関しても間違えていたんだと思います。うん、三番釣らなくていいかなと思います。オルガ訪れました。して終わった。ああ、初号コセティカクロス神だったら。うん 朝が来ましたよ。昨番お亡くなりになったのは7番の方です。いやー、私の方で処理してますね。お方は発言をお願いします。ミスったかなこれもお願ます。ということは、うーん、まあ、さんまさんが村か人狼かっていうのを判断すればいいだけだから、さんまさんの発言を聞いて決めればいいのかなと思っていて、まあ、さんまさん落として終わらなかった場合は、まあ、でも11番さんが強振とかだった場合、まずいなってぐらいで。 うーんって感じですね。その場合は6番さんが人狼なのかなって思っちゃうので、うーん、能の進行で任せる。いや、それ負けそう。仮の名だったな、これ。<laughs> あ、そうか。俺が共振の可能性も出てくるのか。だったら6番さんでよくないかな。うーん。 いやまあ、語彙は知らないと思います。一番最初は共振しった場合は、サンバさんはもうさすがにないかなと思ってます。オオカミも語彙を一部で塗りしてるから、ん僕は6番、人狼で提出しようかなと思います。サンバさんはかな以上です。3番、はい、の方は発言をお願いします。 えっと、これ、僕を釣るパターンっていうのって、狩人と心境しかありえなくて、下流と心境があんまりない話をすると、占いに、えっ、ー、と、ロウが1位います。で、えっ、ー、と、占い決め地失敗した場合、もしくは2日目に、えっ、ー、と、新占いが黒を見つけてしまった場合、その場合って、潜伏位置の狼が釣られちゃうんで、えっ、ー、と、盤面によっては確定積み盤面が起こりうるんですね。なので、えっ、ー、と、あの生存欲の爆発の仕方、プラス、えっ、ー、と、6万さんが即座に、あの、 5H を提出できなかったという2戦目、込み込みで、えー、と僕は6がローで決め打ってほしいなって思ってます。あと、僕が村アピをするのであれば、えー、と初日から新郎の視点を向けて、で結果10番ローで合ってましたとで、この時点で僕は新居でも、あ、ローでも今日でも、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、狼のえっ、ー、のメリットが一切ないんですねっていうのと、男性になれねえなって思って時間がないですね、以上です。 方は発言をお願いします、はい、5番です、えー、護衛先行っときます11番さんです表護衛は11裏護衛だったら7だと思ってました5番目線7番護衛したくなかったです私つられそうな流れがあったから、えー、私目線3番さんが限りなく白くなっちゃいましたどうしてか6番釣った後3番さんが処刑される未来しか見えないから えー、11、2が白白で4番さんの白で噛まれてるからでしかも4番写に確定でしょうんだったら11、2白じゃん。6番決め打ちますって言って6番つって終わんなかったら3番つる負ける未来しかないね。そういった観点から3番さんがやっぱり村人でいいと思うので6番さんがオカミだと思ってます。そういったところで今日6番さんつってもらえばいいんじゃないのかなっていうふうに思ってる3番さんつりのパターンが、えーとまあ、2番さんが言ってたけどやっぱり強、あ、振、のー、のパワープレイのパターンが怖いよねっていうところがあるからあの今日は素直に6番さんを処刑してもらっていいと思います。ただ 信の可能性1番さんかないしは8番 3?8、まあ、番さんもないかな。うん、1番さんでしょう。強振が一番高いのは。そういった観点から6番さん釣りでいいと思うんだよな。まずいパターンが3番さんオカミで、えー、2番11番のどっちかに強振がいるパターンああ、それはおかしいだろ、夫人的に。ない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 。うん、大丈夫だね。 いろいろパターン考慮したけど、あ問題ないと思う。六番さんがオオカミかあ行振のパターンで三そうないんだよ、やっぱり。うん、私目線3、6で終わるんだ、どう考えても。いろいろ考えたけど、延長までして一生懸命考えたけど、うん、やっぱり3、6で釣って終わるんだ。六、うん、番さんいきましょう。それが私の最終結論です。以上です。6番の方は、六、まあ、番にしてっぽい,、ね、いす感覚的には。3、6で終わるんだったらさいっていいんじゃないですか、5番さん。 3番さんにずっと言われてるのが私がグッジョブ先を言わないから偽偽偽0って言われてるんですけど絶対9番守りで指示入ってたんだから言う必要ないと思ってるのでそのたたきは不当だと思っているし5番さんえっと3番さんオオカミだった時30だった時って3番さんが、えー、どうなんだろうね狩りをずっと押してるんですよねグレー釣りじゃなくて狩りを押してるところから全然5の教師も見えるし 五番がローだったとき五番がローだったときっていうのは。やっぱり出てくるメリットないんじゃないかなと思ってるので、五番狂信、三番さん狼。うん、それしかないかなって思ってるんで、私は三番さんをします。一三釣りに持って行きたくなかったから、五番狂信が使用した、それ以外は言えないです。九番の方は発言をお願いします。めちゃくちゃ心の中で怖かったのが、えっ、ー、と。 本当に9番神でグッチョブが出て、えー、5番ピカクロスという狂信者が、えー、7番のオオカミを護衛したと言ってオオカミが狂信に気づき、えー、神先を変えて5番の新名を上げてえー、っと57で逃げ切るっていうプレーがやばい強いなと思ってめちゃくちゃビビってました。5番 の護衛間違いもあったから、超連携取れすぎやで、ね、それ。っていうのもあって、到着速怖かったんですが、7番紙でそれが払拭されました。で、えー、6、3の釣り順で釣れば、最低でも50%の勝率は確保できるかと思います。まね、5番ローが終えないから、なので今日は6番を釣ります。5番ローは悪くないかな それはね、ちょっと連携取れすぎるので、それやった発言をお願いします。すやることねえな。やることねえなって感じですね。はい。とても楽な位置、えー、にいましたね。えっ、ー、と、現状僕の思ってることを話すとすれば、えっ、ー、と、1番さんが人害すぎるので、3の人害がねえんだろうなっていう感じですね。うん えー、僕の思うことはそれだけで、3番が6番のことを必要、えー、に、えー、とその6番からも言ってましたけど、必要になんかこう結果出さなかったのからっていうのって、多分なんだろう、今までのなんかこう人狼経験の違いだと思ってるんですよ。うん、なんか護衛指示されてもなんか自分の独断で違うとこ守るとこと,とか、それでグッチョを出して真証明することとか、多分ある村でやってたんだなって思います。はい。なので、 ただそれだけで3番の人外要素にはならなくて、それは1番が共振、しかし共振でしかなかったと思うので、最後の最後に3を釣らないことによって云々かんなんていってたところからです。あとやっぱり5番にせのパターンを考えたときに、えー、と5共振だったら3釣ればよくないって6の意見っていうのがもうちょっと早く出てくればよかったかなと思ってて、えー、と6番は、えー、と5番を共振で見た際に1、3で考えて、えー、と1釣りってなったときに納得できたのかなっていうところなんですよね。 でその場合って13が成り立つかっていうところ11が成り立つかっていうところも説明してほしかったなって思うし5番がオオカミで10番とのペアセットで出てくるのもやばいと思うし10番が初日に38占いたくないって言ってオオカミがおあの占いで出た時の囲いっていう強いプレーを放棄してるのも13に見えないですね。投票の開始をお願いします。 九番、お方が選ばれました。終われお姉さま…私は…まだそっちに行きたくない…着がつきました。あよかったっよかったよかった。絵がった絵があった。31って言ってんの 市 <noise> 民陣営の皆様の勝利ですですので役職願望をってる方はどうぞ利用させてださい。えーっと